はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、ちょっとね、いやー買っちゃったんですよ。これちょっとなんていうのかわかんないんですけど、IW ハーパーですね。この IW と読むのかわかんないんですが、まあ、IW ハーパーのゴールドメダル、値段が1880円。こちら、グラスついてきたんで、グラスを目当てに買っちゃったっていう話なんですけどね。洗練された味わいのスタイリッシュバーボン。これはバーボンです。雑味のないスッキリとした味わいと。これ以前からちょっとの気になってたんですよ。これコスパが高いとかって言われてたんだよね。これはキリンですね。うん。アルコール度数 40%。700ml ですね。はい。アメリカ、原産国アメリカ。と書いてあります。ケンタッキーストレートバーボンウイスキー。ということで。IW ハーパー。いやこのね、金色に輝くこの、ね、ちょっと気になってはいたんですが。ね、キリンというと、ここになんか、冊子がついてきましたけど。ホワイトホースとか、フォアローゼス、富士山6。あとは、ジョニーウォーカー。あと、J&B レア。ですね。まあ、スコッチは飲まないとして、まあ、フォアローゼスは非常に美味しい。富士山6も非常に美味しい。うん。ですね。うん。なので、うん。そうですね。どっちも富士山6もフォアローゼスも大好きなんで。ね、これは期待が持てます。キリンですね。キリンか。おお、割とちょっとでかい、でかめの。まあ、ハイボールグラスとしては使える。ロックグラスとハイボールグラスの中間ぐらいですかね。それじゃあ、とりあえずストレートでいただきましょうか。まあ、俺は、バーボンか。まあ、バーボンも、ま、いろいろ飲みましたけど、一番美味しいバーボンって、まあ、今んとこだと、やっぱジャック・ダニエル。うん。ジャック先輩ですかね。そんじゃ、乾杯。うん。ハーパー、グラス。うん。あ、あ、これあれだわ。なんかすっげえすっきりしてる。これ今までのバーボンはなんか結構こうぐわーっとくる香りがね、香りというか甘さというか、あれがぐわーっとくるんですけど、これは最初口当たりが非常になんかすっきりしてて、あんまり味がわかんないっていうか、まあ、うん。ところから入って徐々にこう、徐々にこう香りとかが出てくるタイプの。うん。あら、これも美味しい。あららら。ジャック・ダニエルは本当に香り高い感じはしたんですけど、これはちょっと抑え気味の、ちょっとドライな、ちょっとこう、
ね。うん。そんな感じがするけどね。ドライっていうか、うん、すっきり。だってここに書いてあるけどさ、マイルドとドライで、ああ、マイルドだね。全然ドライじゃなかった。マイルド方面か。辛口。甘口なんだけど甘くないみたいな感じですね。うん。で、そんなにアルコールのピリピリ感もないし。うん。優しい。非常に弱めの甘さで、口当たりがまろやか。だけど、甘くない。うん。ああ。これも美味しいわ。うわ。先ほど。あの、人工区を飲んでました。人工区ちゃうわ。ウイスキーコークか。これなんですね。ちょっとロックで。いただきましょうか。このグラスも、ねえ、容量がどれぐらいだ ?275ml。確かにちょっとハイボールを飲むのにいいですね。多分ね、容量的にはね、なんだっけ、アーリータイムズの、あの、細長いやつと多分変わんないと思うね。それをちょっとズドンとこう、低くしたタイプ。ね。大きさですけど。あの、細長いやつよりか全然いいですね。個人的に。細長いのはちょっと、ね。邪魔だよね。でかい。無駄にでかい。うん。ああ。柔らかい口当たりが。うん。すごいマイルド。さっきドライとかわけわからんこと言ってたけど。でもね、ドライっていうかね、あ、確かにマイルドです。うん。確かにドライではない。すっげえマイルド。びっくり。あ、これ美味しいわ。うん。やっぱウイスキーもあれだね。あの、値段2000円ぐらいになると、ちょっと変わるね。1000円のやつよかはね。やっぱり、こう、荒々しい感じの、ほら、1000円のやつって大体荒々しい感じなんですけど、アーリータイムズとか1000円でしょ?アーリータイムズとちょっと味比べしてもいいけどね。同じバーボンとして。うん。いやでもアーリータイムズも美味しいですよ。ただ、絶対的に違うのは、あの、口当たりっていうかその、ですね。アルコール感がピリピリピリっとくる口の、中に刺激がピリピリピリっとくるのが、アーリータイムズ。で、香りも結構するんですよね。香りっていうか、ドカッとくるんですよ。ハーパーはまろやかで、マイルドな感じの香りがポワーンとちょっとする感じ。優しいこの、おとなしい感じ。控えめな。なるほどね。1000円のウイスキーはやっぱり
荒々しいですね。全体的に。うん。でも、ジャック・ダニエルは割と荒々しかったけどな。ハーパーとジャック・ダニエルを比べると、ジャック・ダニエルはもうないんだな。飲み干したから。ジャック・ダニエルはね、ハーパーはちょっとおとなしいね、だいぶ。ジャック・ダニエルはまだ、割かし、ねえ、力強かった気がするけど。ああ、なるほどね。こういう違いがあるのか。安ウイスキーと。ああ、でもハーパー飲むとなんか、1880円って気がするね。なんか、わかんないけど。あと俺個人的に飲みたいのはやっぱワイルドターキーとかかな。ベタに。ベタにアメリカンウイスキーのバーボンで飲みたいのはやっぱり、ね。有名どころで言うとワイルドターキーとか、あとフェイマスグラウスあれ、スコッチか。ワイルドターキー飲みたいね。高いけどね。まあでも同じぐらいか。ハーパーでググりましょうか。IW ハーパーあった。ウィキペディア。1877年にドイツ系アメリカ人のアイザック・ウルフ・バーンハイム。アイザック・ウルフの頭文字取ってるのかな？イニシャルをね。その人間と、無二の、これ無二って読むのか無二っていうのか無二の親友であったフランク・ハーパーに由来すると。このハーパーは何年なのかわかんないんですけど。まあ、もっと値段高いのとして12年のやつがありますね。12年のやつがある。あららら、これは美味しいわ。美味しいっていうか、なんか、やっぱ荒くないね。ものすごく。ものすごくおとなしいウイスキーですね、これは。ハーパーは。今まで飲んできた中だと。ものすごくおとなしい。このおとなしさがまた、優しくていいね。ものすごく優しくていい。かな。ただその代わり、悪いところとするとちょっと香りとかがちょっと弱いかなという感じはしますけど。まあ、香り弱い？ちょっと難しいけどね。ああ、でも久々にフォアローゼズも飲みたくなってきたね。関係ないけど。黒飲みたいね、フォアローゼズ。黒ね、ブラックね。てか、フォアローゼズ4つもあんのこれ。シングルバレルとプラチナもあるの。フォアローゼズの最上級品だって。プラチナ。
シングルバレルか。未だにシングルバレル飲んだことないからな。でもシングルバレル飲むんだったら、個人的には、シングルバレルか。ねえ、飲みたいのはやっぱジャックダニエルかな。ジャックダニエルシングルバレル飲みたいけど。飲む。じゃあちょっと、アーリータイムズの、ちょっと比較してみようかな。飲み比べしてみようかな。シングルバレル。フォーローゼズの魅力を織りなすいくつもの原種たちから選び抜かれた熟成を、迎えた数ある樽の中からテイスティングして、品質や香り、味わいに納得いく樽だけをボトルに詰めた正真正銘の限定品ですと。いいね。フォアローゼズも非常にいいですよね。美味しい。バラみたいな香りするもん。本当に。なんか知らないけど。多分、あれなんでしょうね。そんなことはないんでしょうけど。うん、やっぱりアーリータイムズ非常に、あれですね。口当たりが辛い。うん。辛い。うん、まあ、しょうがないかな。うん。あ、でもやっぱこう見るとやっぱり、口当たりがものすごく違うね。ね、比べてみると。口当たりが明らかにこのハーパーの方が、あ、やっぱり、なあ、値段、倍近くあるだけあるわ。やっぱ香りもね、マイルドだからね、あのハーパーが。マイルドだから、なんか、優しく、こう、ぷわーっとこう、優しい香りがするから、こっちの方がやっぱり、香りがなんか、あるようにも感じるね。こっちはね、アーリータイムズはね、非常に、こう、どぎつい。言っちゃ悪いけど。どぎつい、このドカッとくる。感じですね。非常に。まあ、しょうがないか。ああ、でもこれ2000円のやつ飲むとなんか、ああ、やっぱうまいなーって思うね。うん、でもやっぱ個人的に、ジャック・ダニエルよりこっちの方が美味しいと思うわ。うん。悪いけど。自分の中でちょっと、今まで割とジャック・ダニエル派だったんだけどさ。ほら、見た目も結構かっこよかったりするでしょ、ジャック・ダニエル。だからそれも含めてちょっと、ああ、いいなと思ってたんだけど、でもまあ、ジャック・ダニエルはジャック・ダニエル。でもやっぱりだいぶ違うね、ハーパーとね、ジャック・ダニエルはね。ジャック・ダニエルやっぱどぎつい感じもしますね。香りが強い代わりに、どぎつい感じ。でも、ハーパーは非常に優しくて、香りもマイルドなんだけど、そこがまたいいみたいな感じ。うん。口当たりも非常にまろやかで、ものすごく、なんか、優しい、こう包み込んでくれるみたいな感じしますね。あ、なるほど。これはうまいわ。これハーパーさんうまいわ、これ。ああ、そっか。ハーパーがここまでうまいと思わんかったな。そっか、そっか。ハーパーちゃんうまいな、これな。なるほどね。あ、でも、ハーパーはバーボンの中でも甘くない部類ではありますね。甘くないっていうか、なんか、さっきも何回も言ってるけどさ、ドカンと来ないから甘さが。
柔らかに来るから、そんなに甘さとしてあんまり感じない。うん。感じはしますけど。うん。あ、でもやっぱり、ね、バーボンはこれですよね。バーボンってこう、やっぱ華やかな香りするよね、バーボンはね。フォアローゼズを筆頭に。うん。確かにバーボン甘いけど、まあね、バラみたいな感じですかね。バーボンは。うん。バーボンはやっぱり香りがぶれないね。全体的に。ほら。ジャパニーズウイスキーだとさ、角瓶はスコッチみたいな味するしさ、ねえ。ぶれるよね。うん。もう角瓶、まあスコッチでいいと思う。あれは。ジャパニーズ名乗らなくていいと思う、あれはね。個人的に。やっぱり、角はちょっと、確実にスコッチの味するね。絶対。あれは異端だと思うね。ジャパニーズの中で。まあ、俺が日課を飲みまくってるから日課のあれなってるのか知らないけど。まあでもキリンのやつとかも飲んでるけどね。明らかにあれだけもう異端だもんな、味が。いやー、これ美味しい。これ美味しいっていうか、これ今飲んでるのこれアーリータイムズですけどね。勘違いしないでもらいたいけど。ハーパーうまいわ。これはこのラベル見ながらこう、飲んでるだけでいけるわ。ね。でもジャック・ダニエルもラベルでは負けてないけどね。かっこいいラベルでは。ああ、でも、なんか今のところ、バーボンのナンバーワンはハーパーで決まりだな、これな。2位がジャック・ダニエル、3位がね、フォアローゼスかな。どうでもいいけど、フォアローゼズじゃなくて、ズって言っちゃうよね。俺。一応図なんだけど、フォアローゼ図って、ゼの後に図っていうのが、こう言いづらいから、ゼス、みたいな感じで言っちゃうけど。フォアローゼス美味しいよな。あれはびっくりだね。1000円であそこまでうまい。香りがすごい。その、バーボンのその良さが、ぎっしり詰まってるのが、すごいですよ。ぜひ、まあ、バーボン嫌いな人もいますけどね。俺の同僚、酒好きな同僚はね、バーボン甘くて飲めねえよって。あの人は、スコッチしか飲まないんで。俺と逆でね、スコッチ大好き人間なんですわ。口がね、もうね、肥えちゃって、もう甘いのね、受け付けないっぽいですね。まあ、その人32ぐらいなんで、で、年が、32歳ぐらいなんで、ちょっと、だいぶ舌が肥えちゃってる感じはあるんですけど。うん。これ間違いなく5つ星。ちょっともう一回飲んどこう。再確認。再確認ですか。これ美味しいわ。やっぱこのゴールドな、この、ね。ラベルもいいですね。うん。やっぱ明らかに違うね。ここまで違うともうびっくりだね。うん。アーリータイムズとこう飲み比べるともう一目瞭然だね。これは。なんか2000円程度で俺満足して
でも申し訳ないですけど、1万円とか飲んでる、1万円のね、スコッチを飲んでる、その、俺の同僚に、申し訳ないですけど、俺全然これでいいわ。俺普通に1000円のウイスキーばっかり飲んでたから、2000円のウイスキーを飲むと、ここまでこう、世界がこう変わってくるよね。うん、だってさ、飲んでもさ、このピリピリっとしたこのウイス、その、なんか、辛い、こう、カラカラ、辛い、そのウイスキーの、その、いわゆる、アルコールの部分の、カラカラ、辛い、みたいな、のが、もうほとんどないもんね。まあ、あるんだけど、ちょっと喉の奥のあたりに、ピリピリっとくるのはあるんだけど、それが非常に弱い。うん。そして飲んだ時に香る、この口当たりの中に広がる、この、バーボンの甘い香りと、口当たりがやっぱ優しいね、非常に。これは5つ星でしょう。皆さんぜひ、飲んでみてください。まあね。うん。まあ、1000円のウイスキーならフォアローゼズがぜひおすすめです。バーボンだったらね。それでは、ご視聴ありがとうございました。